あ、どうもマスオです。はい、ユナタです。ボケてツッコミまとめ第3弾やっていきたいと思います。どうです皆さん、最近調子いいですか？ははそれではやっていきましょう。どうぞ。今日のワンコでこ、3月2日静香ちゃんが言うことを聞かなかった。放送事故やん。長距離が打てるように奮闘中。お、頑張れ。パパは今日ママのブラジャーしないんですか？サザエ、違うんだ。失礼ですが、のび君のお母さんの学歴はどの学校の中卒ですか？クソ失礼やな。待って、コアラのピンチ。かわいい。開けた引き出しが水落ちに入った。息できんやつやん。映画に出られないやつを見つけた。多分できすぎ。大丈夫だから、ちょっとハイになるだけだから。あとみんなまだ怒ってる？人に殺す気だと思うよ。刃物はあかん。痛かったら手を挙げてくださいね。うん、どうやって？一番いけないのは道具の凄さを自分の凄さと思うことだよ。やめたれや、それしかないんやから。やあみんな、俺だ。飛べない豚はただの豚、ミサイル飛ばすのもただの豚。それじゃあ、うん、突っ込みづらい。月に変わってボコるわ。お願いします。パンを作ります。パンを投げます。みんなにパンをあげます。パンつむぎます。食わんのかい。う僕のビスケット。ああ、ラスカルくんが泣かせたラッパーのやつ。これで空を自由に飛ぶのか。男13に女0ってもはや合コンじゃないだろう。帰る。落ち着け。まだあと5人男が来る。多いわ。おい、何見てんだ。木星までぶっ飛ばすぞ。怖。熊のプーさん、食物連鎖って何？触れとるやん。お父さん、決心がついたら合図してくださいね。はい、放送事故。先生、ヨーダくんが次のサービスエリアで止まってほしいって。顔言ってもとるやん。お互いの無価値な部分を寄せ集めてみた。いらね。黙れ小僧。お前にさんが救えるか分からぬ。だが共に生きることはできる。確かに。納得しちゃった。いやー、今日も疲れたよ太鼓。違うんだサザエ。足玉菜だよ。おー、そっく。いや、これはその誤解だ。はい、逮捕。母さんなら旅行じゃ。天国に古い方の顔と目が合った。気まず。出来すぎ目線から見たのび太。猿やん。最後に恩師に言われた言葉が、のび、一生源の横に立っとりなさい、だった。先生。のび、廊下はいいから一発殴らせろ。先生。先輩、練習お疲れ様です。あの、これ飲み合ったんで捨てといてください。はい。やっぱりご飯ですよの人だわ。私サインもらってくる。いや、僕マスオって言います。ねえ、嘘ついてないならちゃんと私の目を見て言って。嘘ついてません。私はロリコンではありません。目言ってもおとりやんけ。そのふざけた語尾は何もふ。お前が言うなた。はい。